こんにちは、速稼塾の久保です。今回からね、個別動画ではなくて一般公開動画にさせていただきます。はい、今回ね、新しい塾をちょっと自分でも販売したいという方からのご相談でございますんで、ちょっとプライバシーに配慮しながらね、お伝えさせていただきますね。で、今日はね、2点ほどお話ししましょうか。一つはですね、1月から塾の販売をしたいよってことなんですけども、もちろんね、塾、有料の塾の内容自体を誰かに許可を取らないといけないっていう面はもしかしたらあるのかもしれません。本当はないんですけどもね。本当はこんなもん全然ないんですよ。情報っていうのは受け取った瞬間に全部自分のものですから、誰かの許可がいるとか、誰かにお伺いを立てないといけないっていうのは、ある組織に入っていて、その組織の内規があった場合なんですよね。でも今の時代ね、情報ってのはいくらでも発信されてますんで、じゃあこの情報は誰かの権利がありますよとかね、そういうのは滅多にないんですよ。特に資格系の情報ってのは、その資格を受けるための情報ってのはね、誰にも止めることができません。なぜなら資格を取るための勉強ってのはどこでも同じようなことを教えてるからなんですよ。こちらの東大合格塾、こちらの東大合格塾、同じ情報を教えないとそもそも東大に合格しませんからね。ですから世の中にたくさんの資格を教えている塾なり、まあ YouTube チャンネルがありますけども、誰が元なのかはっきりと分かりません。ただ個人的に自分のものだって主張している人がいるかもしれませんので、まあ強いて言えばそこに対する配慮は必要かなと思いますよね。はい、それでね、言いたいことってのは、1月から販売をするってことなんですけども、じゃあ1月から販売しますよっていう風な宣言のプロモーションはできると思うんですよ。ですんでね、1月から始めるから1月から始めるでは遅いんですよね。1月から始めるようでしたら、先行販売しますとかね、注文を受け付けますとか、どんな内容のことをやりますよっていうのは、これはね、いくらでも今発信できると思うんですよ。で、仮に1月の販売が成し得なかった場合、すいません、事情がありまして2月になりましたというような変更連絡でもいいんですよね。もちろん事前入金をいただいても構いません。例えばね、1月から販売する塾の内容が19万8000だとしますよね。じゃあどんな内容で何をどんな方に教えたいのかという解説動画をして、これを1年間のサポート付きで19万8000円で、お届けしますと。で、資格講座なら資格試験が何月何日にありますから、そこに向けて勉強していきましょうというふうな形でね。じゃあ1月から3月は基礎をやりますよとか、4月から6月は傾向と対策やりますよとか、7月から9月は追い込みしますよみたいな感じで、簡単なスケジュールもお伝えできると思うんですよ。ですので、商品ができなくても販売すること、販売じゃない、商品ができなくても伝えなきゃいけないことはたくさんありますんでね。で、今の時点で一般公開動画がこれについて上がってないということでしたら、これはそんな余裕ないんでね、すぐにやった方がいいと思います。これがね、本当にね、やる気があるならこういう風なところから差がついてくるよってことなんですよね。はい、そしてですね、2つ目なんですけども、実際に商品を売るとして、売れると思いますかっていうことをよくよく心に刻み込んだ方がよろしいかと思います。単純に比較はできませんけども、私は速稼塾という塾を販売してますよね。この速稼塾の販売の実績はもうすでに2013年からなんで9年近くになるんですよ。で、1000人以上の方にご購入いただきました。1000人の方が買ったというと、単純にですよ。一つが30万。まあ途中で45万という時もありましたけども、30万で1000人です。これ、総額いくらになったと思いますか?さすがにね、10年も経ってないんですけども、9年がもうすぐ来ようとしてる中で、30万かける1000個売れてるわけですよ。実はね、1000個以上売れてるんですけども、1000個売れた後はもうカウントしてないんですよ。日本47都道府県、そして世界に18カ国に売れております。この実績があって、しかも今は入塾費用が頭金だけの3万円になってます。以前はね、全額だったんですよ。全額一括30万、もしくは40万、45万か、45万を全納しなければ、入塾前に全部払わなければ入れなかったんですよ。今、ハードルがかなり下がっていて、3万円でもいいよと。実績もあるよと。サポート毎日やってますよと。この分量で動画を出してますよ。って形なんですよ。そして、速稼塾を応援してくださる方も多いです。
おかげさまで本当にありがたいことだと思ってます。私ももうすぐ50になりますけども、いまだにこの発信が続いてるんですよね。そして全然衰える気がしません。この行動力、発信力、サポート、実績、そして金額的なハードルを下げていること、しかも頭金3万円の他に個人的交渉すれば、この3万円をもっと分割することもできますよと。入塾費用1000円でお願いしますって方もいらっしゃいました。もうすでにハードルは下げまくってるんですよ。いかがですか？この中でね、ここまで、まあ自分で言うのもあれですけども、ここまで質が良くて実績があって、価格のハードルも下げているものに、もしね、それでも躊躇するとしたら、ご自身が売ろうとしている塾の販売はもっと難しいと思わなくてはいけません。これが私が伝えたい二つ目のことですよね。だからね、人は相当人にお金を払うことを拒んでいるってことなんですよ。相当実績があり、人からの勧めもあって、信頼がある。しかも価格もぐっと下げてもらえる。でも、どうしようかなと思う気持ちが人にはあるんですよ。その中で、19万8千なり、30万なり、50万という商品を売るのは、そんなに簡単なことではないというふうに、この2点目のメッセージではね、お伝えしていこうかと思います。これはね、本当にね、お金のことを真剣に考えていないと稼げないってことなんですよ。でも片方では、伝え方によって、そしてその量によって、熱量によって多くの方からお金を集めれることも事実です。さあ、じゃあまとめましょう。人の感情を動かすためには、自分の演出力とか演技力とかが大事になってきます。人をその気にさせるっていう意味では、試験勉強しようとしている人の気持ちを引っ張るのと同じぐらいのエネルギーが必要なんですよ。この人に言われたらちょっと体動いてくるなとかね、この人に言われたらなんかやらざるを得ないな、やる気になってきたなっていうふうに思わせるようなメッセージが人を指導する方には必要なんですよね。だからカリキュラムがしっかりしていればいいってもんではないんですよ。むしろそのカリキュラムに、そのカリキュラムがテキストだとしてね、テキストの1ページ目をパッと自主的に開かせたいような気持ちにさせることが大事になってきますので、人の感情を動かすようなね、演出力を学んでいくことになります。もちろん、この私の動画、この動画にもいろんな演出が入っております。まあこれはね、おいおいお話しするとして、今日お伝えするメッセージをもう一回噛み砕いていただいてですね、今から始めてもいいんだと、むしろ一刻も早く始めた方がいいんだっていうことと、あとは、あ、本当に人っていうのは人に対してお金を払わないもんなんだなっていうふうに感じていただければ、ちょっとね、これから販売しようとする商品のヒント、攻め方が見えてくるんじゃないかなと思います。それでは今回の動画以上でございます。また次回メッセージいただけましたら、一般公開動画で返信させていただきますので、よろしくお願いします。もちろんね、十分プライバシーに配慮した形で返信させていただきます。固有名詞など一切出さずにですね、どんな方がどういうふうなご相談をされているのかはわからないように、同時にですよ、同じような悩みを抱えている方に伝わりやすいように今回の動画作らせていただきました。それでは今回は以上です。いってらっしゃい。